Ta-daan! Eneko da yo! Yaa, BEASTARS 本当に面白いです。擬人化された肉食獣と草食獣の群像劇なのですが、動物的なエピソードはもちろん、人間の本性をさらけ出すお話もふんだんに盛り込まれている作品なんです。あ、いけないいけない。このままずっと語っちゃうところでした。今日はビースターズについてもっと皆さんにお伝えしたいお話があるんです。というのも、実は先日ビースターズのアニメ制作スタッフさんに特別インタビューをさせていただいたのです。もうこれは N 子のパワーと言っても過言ではないかもしれません。今回はスタッフさんの貴重なインタビュー内容を交えながらアニメビースターズの魅力を徹底解剖して伝えていきますよ。それではレッツビースターズ。まずは簡単にあらすじの紹介をします。肉食獣と草食獣が共に通う高校チェリートン学園。平和だった学園である日、草食獣アルパカの生徒テムが肉食獣に殺されるという食殺事件が起きる。事件の犯人に灰色狼のレゴシが疑われるが、すぐにその疑惑は晴れる。しかし状況は解決せず、結局真犯人は見つからないままとなり、学園内に生まれた肉食獣と草食獣の確執は消えずに残っていく。まさに弱肉強食の世界という話ではなく、この作品では動物たちの種族の垣根を越えた友情や恋愛、そして対立が描かれているんです。それではここからこの世界で生きるキャラクターたちを簡単に紹介します。まずは主人公のレゴシ、灰色狼という種族のオス。狼、つまりは肉食獣なのですが、無害な存在でありたいと思っていて、周りからは変わった動物として見られています。そんなレゴシですが、とあるキャラクターとの出会いで様々な変化が起きます。そのキャラクターがヒロインであるドワーフ種のウサギのハル。自分がウサギ、つまりは圧倒的弱者であることから、自分の置かれている状況を理解しています。学園内のオスといろいろな関係を持ってしまい、それを理由にいじめられていたりもします。と簡単に主要な登場人物を紹介しましたが、ビースターズにはまだまだ語りきれないくらいたくさんのキャラクターが登場します。学園のスター、アカシカのルイや、レゴシに恋をしているオオカミのジュノ、裏市で医者をしているジャイアントパンダのゴーヒンなどなど、様々な個性を持ったキャラクターが本当に多いので、気になる人はぜひ公式サイトで調べてみてください。そしてこんな魅力的な世界のアニメを作られた制作会社は、宝石の国、ゴジラシンギュラーポイントなどで知られるオレンジさん。登場キャラクターたちの動きを CG アニメーションですごく丁寧に表現されていて、ビースターズの作品の魅力を存分に引き出してくれています。インタビューではアニメ制作にまつわるいろんなお話をいただけたので、この後のインタビュー内容紹介も楽しみにしてくださいね。ということで、ビースターズについて簡単にご紹介しました。ここまでの説明でもうこの作品気になったっていう方は、この動画を一時停止してでもビースターズを今すぐチェックしてください。それでは皆さんお待ちかねのインタビュー内容のご紹介です。ちなみに今回はビースターズのアニメ監督の Matsumiさんや、制作されたオレンジの CG チーフディレクター Inomotoさんに裏話をお聞きすることができました。本当にありがとうございます。ではインタビューの内容を N 子と一緒に見ていきましょう。ビースターズの1期や2期のストーリーやキャラクターの魅力、
それぞれを引き出すために制作側で力を入れたポイントは？本当にストーリーやキャラクターが魅力的な作品なので、ぜひ知りたいですね。セリフ回しやキャラクターをどういう風に演じてもらうかというところから気をつけました。あとはキャラクターが動物であるため、元になった動物の色を活かしつつ、キャラクターらしさをどうやって出すかも意識しました。当初は声優さんに動物寄りの演技もやっていただきましたが、結果的には人間のドラマを描こうという形になり、キャラクターとして演じていただきました。色彩でも元の動物を再現すると保護色が多く違いが出にくくなるので、キャラクターごとに変化を加えたり、絡むキャラクターによって調整したりしました。世界的にも顔が動物で体が人間という表現を用いる作品が少ないので試行錯誤しました。作りながらどういう方向性に持っていくか考えていて、最初はやや過剰に動かそうと思いましたが、一期制作の途中からキャラの動きが自然に見えるよう意識しました。 BEASTARS はキャラの内面を描いていくお話です。微妙な心の動きなどを過剰な芝居で表現すると別方向のアニメ表現になってしまうので、目の揺らぎなど細かく表現しました。2期でも同じ方法で制作していき、視聴者からも2期でさらに動きが良くなったと評価していただけました。客観的な視点の参考になるため、視聴者の感想なども見たりしています。キャラクターの色合いだったり、声優さんの演技だったり、動物のリアルさと人間らしさのバランスを細かく調整していたんですね。続いてはこちら、BEASTARSを初見で見られる方に何か工夫された点は？初見の方にいかに楽しんでもらえるかって本当に大切なポイントですよね。初めて見る方でも楽しめるようにしたいというのがまず第一にあります。また配信により世界中の方が見られるので、分かりやすさを大事に補足が必要なことは付け加えたりしています。映像として見た時に楽しんでもらえるかを考えて制作しました。今の時代アニメは世界中で見られているので、気をつける点や補足する点は増えてしまうかもしれませんが、その分たくさんの人がアニメを楽しめるので大事ですね。次の質問はこちら、 BEASTARS 1期2期を見る上で注目してほしいポイントは？注目ポイント、これは気になりますね。通常のアニメではあまり行わないいろいろなやり方で声の収録を行いました。映像だけではなくヘッドフォンで音の表現も注目してもらいたいです。美術もディテールまでこだわって制作してもらっているので、学校のポスターなどもスタッフは楽しみながら制作していました。その細かさが世界観を広げる役割を担っているのではと思います。制作会社であるオレンジが 2D 作画の作品制作の経験を経てから 3D アニメを制作しているので、その経験から 3D アニメの活かし方や 2D アニメの手法を 3D に取り入れたりしています。このアニメをきっかけに 3DCG アニメをより好きになってくれればと思います。劇中のダンスのシーンも実際にダンスを習っている視聴者の方から非常に体現されてて良かったですとコメントをいただいたりしており、まさに監督の狙い通りだなと思いました。音楽にも力を入れており、劇版は全てではないですが多くをフィルムスコアで制作しているので、シーンに合った音楽制作ができたと思います。その結果オリジナルサウンドトラックも皆さんに好評をいただき、作品に溶け込んだ音楽を作れたと思います。私は部屋のテレビで見ていたので、今度はイヤホンをしながら音楽や声優さんの声に注目して
3D ならではの動きもより注目しながら見てみたいです。続いてはこちら、 BEASTARS 1期2期での制作上の違いはありますか？制作の違いってあったりするんですかね。アニメ制作自体は1期2期と地続きで制作しているため大きな違いはありませんでした。ただ収録は1年ほど空いたため、2期の時には役者さんによる新たな芝居の提案などを多くいただきました。1期の頃はプレスコに慣れていない役者さんも多く、戸惑いも多少は見られましたが、完成したアニメを見て研究していただき、その経験をもとに2期では多くの提案やチャレンジをしてもらうことができました。1期ではロマンチック、2期ではバトルや喧嘩など毛色が変化していて、下請け時代に培ったバトルものの方は悩まなかったのですが、1期のアダルティーな表現の方はいろいろと試行錯誤しました。ロマンチックなシーンでは女性スタッフに制作してもらい、主に表情や体の描き方などシーンに合うような工夫を行いました。30名以上の CG アニメーターさんと2クールの作品を制作するのは初めての経験でした。2期を作るというアドバンテージをどう生かすか考え、1期でバトルのシーンをやった人には2期でも同じようなシーンをお願いしました。大変な時勢の中でも現場の方と密に連絡を取ることによって大きな影響を受けずに制作することができ、ほっとしました。全体的に制作陣の強い絆を感じる回答でした。声優さんも収録までにブランクはあっても、映像を見ていろんなことにチャレンジできたというのがすごく熱い話でした。最後の質問はこちら、どこにも話したことがないビースターズの制作秘話。どこにも話したことがない超絶貴重なお話です。7話でのニワトリのレゴムのお話は当初話の構成上カットしていましたが、本編の話にもつながるのでアバンにエピソードを入れる形で復活させました。最終話前に PV で公開された踊りのシーンなどは実際にダンサーさんのモーションをキャプチャーして制作しているのですが、それ以外の日常シーンなどはオレンジの内部スタッフが収録を行ったりしています。実はジュノの着替えのシーンは男性スタッフの動きが使われていたりします。オレンジでは収録したモーションキャプチャーをもとによりリアルな動きを制作しているのではなく、アニメ的な動きを表現できるよう制作時に加工しています。板垣先生はいつも人前に出る際はレゴムのお面をかぶっているので、レゴムは皆さんにとっても外せないお話だったのかもしれないですね。改めてビースターズのアニメの面白さに気づかせていただきました。そしてインタビューを経てアニメらしい 3DCG を追求するオレンジさんの熱意がすごく伝わりました。お忙しい中ご質問に答えてくださった制作スタッフの皆様、本当にありがとうございました。これからもいろんな方にビースターズの魅力を伝えていけるよう私も精一杯頑張ります。いやー、ビースターズって本当にいいアニメですよね。これはもう一回見直さないと。え？エンディングにはまだ早い？コーナーがある？もう早く言ってくださいよ。それでは最後のコーナーはこちら、 N 子がビースターズの世界に入ったらどうなるのか。なるほど、これ長くなりますよ。え、30秒しかないんですか？じゃあ始めます。はい、まずビースターズの世界、もちろん私このままでもうほぼいけるんじゃないかなって思うんですけど、本来であれば OL 羊なんですが、まあ、ビースターズの世界にせっかく入ったならチェリートン学園の生徒になって、ドールビッグホーンの、
まあ、いとこかな、いとこにあたるひなくんの、友達になって、できれば演劇部にも入ってダンスってことでエンディングです。ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、 N 子のビースターズ愛伝わりましたか？少しでも気になった人は今すぐ Netflix でビースターズ見てください。またねー。